カオリンが泣いてますが。おはよう、ちゃんくん。はい。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃんは朝ごはんですね。はい、そしてアンズちゃんはまたどっかに隠れちゃってんのかな。あ、カーテンの向こうかな。はい、じゃあカオリン、おはよう。ご機嫌はどうですか？もうだいぶいい感じに慣れてきてるね。カオリン、アンズちゃん出てきた。はい、いいよ、カオリンも外出て。アンズちゃん、なでなでしよ。いいね、今日は。ああ、また逃げる。おいで。アンズちゃん。おいで、おいで。おいで、おいで、おいで。おいで。おいで。
もうちょっとかな。いいかね、じゃあここで。ジャン君はそこのベッドやっぱり空いたと思って入るんだね。みんなそこ好きだね。じゃなきゃダメか。じゃあ大人2人ですか。最近気づいたことなんですけれども、ジャン君の頭のてっぺんが少し剥げてきています。これね、ちょっとお見せしましょう。わかるかな、ちょっと
ここなんですけど、少し薄くなってるんですよね。これいわゆる中縁ハゲとかそういうことかと思って、びっくりしたんですが、本当の理由を聞いたら笑っちゃいます。これはですね、ポンちゃんが頭のてっぺんを舐めるんです。ポンちゃんが、ジャン君にですね、甘えるときに、舐めるのがいつもこの位置なんですよね。で、だんだん毛が薄くなってしまったというのが真相です。決してですね、ストレスのために10円ハゲができているっていうことではなくて、愛情ハゲでした。その張本人はここにいます。ポンちゃん、そのうちジャン君ザビエルになりますからね。ポンちゃん、好き好きって舐めるとハゲるんだってよ。そのうちその模様も、動画で収録できるかと思いますので、チャンスを狙ってみます。かおりん、お腹も大丈夫になってきてるね。はい、関係はこんな感じになっています。割とポンちゃんとカオリンは仲良くしてるというか、こんな距離でも大丈夫な関係ではあります。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。ごめんね、お待たせしました。カオリン、よしよし、はい、今日はジャン君がここにいます。